こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード4をやっていきましょう。前回ね、めちゃめちゃちょっと悲しいお話をさせていただいたんですが、まあ、その一方でね、ちゃんと白いご褒美をね、皆さんにね、お伝えすることができたと思いますんで、そこはご了承くださいということで、今日もね、早速やっていきましょう。雨降りしき中、美女を、金髪美女を連れてね、レオンが今日も夜を駆けるということで、イビヒコなんか待ってる人たちがいますが、まあこいつらはねもうシンプルにねとどめさせちゃいましょう。はい、燃え盛る。ここにねその降ってるのがねガソリンとか油でね、でね炎が燃えたとかだろうな、こいつらも大惨事になってて面白かったんですけどね。はい、これね息吹く瞬間にあちょ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 吹け殴るんかい違う違う、そうそれはそういう風に使う武器じゃない気がするんだ。まあいいや、ほいっ、じゃあ、お尻を刺し刺していきましょう。うん、いやーめんどくさいねー、ほいっ、ちょっと待って、あこれ近づかない方が良かったね、しまったね。わーもういきなりだこれも、しかももうあれで戻ってもレッドハーブがないからね、未だにねこういまいち操作感慣れないからな。そのなんて言うんだろうな、シャープな動きができない、キーボードだとなかなか、それバイオ6とかだったらシャープな動きをしようと思ったら、まあ、結構そのマウスの動かし方次第で何とかもできたんですけど、これねできないマジで。バイオ5も多分だからやってたらすごいグダったかもしんないよね。もうすでにね本来死に得るはずがない場所で死んだりとかっていう経験を何度も何度もしてるんでね、超悔しい。まあもうほぼほぼプレイでもやっぱコントロール操作性が変わるだけでね、なんか未プレイみたいな感じになるんでね、まあ、多分これが本当の未プレイだったとしたらとんでもないことになってたかもしれないですけどね。まあまあそこはご愛嬌ということで許していただけたらタモレっていうかね、アモーレアモーレ。はい、じゃあね早速ね、今日もね元気よくやっていこうかなと思うんですが、とりあえずね今回はちょっととあるね乱戦混戦がまあランデブーになる瞬間がある、そこの手前くらいまでやっていこうかなと思いますね。そこの手前まで行くことができたら一旦セーブじゃないけど、まあセーブするポイントないのか、そうかだね。だからまあね、ちょっと連続撮りになるけど、パートは分けるっていう感じでね、やっていこうかなというふうに思いますね。ということで、とりあえず、ちょっと待って。ちょっと待ってね。で、これ、あ、そうか。先にハンドガン売らなきゃいけないんだっけ、これね。そりゃそうだ、そりゃそうだ。オッケーオッケー。なんで、このままやったらあれだもんね、捨てることになるもんね。まあ、今回じゃあ、ハンドガンは、まあ前回ちょっとマシンピストルだけにしようかなとかって話をしてたけど、とりあえず、ハンドガン売って、いつも僕ブラックディールが好きなんですけど、今回はレッドナインで最後までに行こうかなと思いますね。はい、まあ、もしかしたらレッドナインもう捨ててね、8個のスペースができるって結構大きいからね。さあ、じゃあレッドナインを買って、置きましょう。これでルイスとおソロになりますと仲良く仲良く。ルイスどうしようかな、太っかな、まあ、ちょっとアイテム整理の時間、はい、これね、なんか梅田ジャパンさんね、なんかバイオ4はもうアイテム整理じゃないや、なんだっけ、アタッシュケースをきれいに整えることがバイオ4のその一番のなんか醍醐味だみたいなことをおっしゃってて、なんかそれもなんとなくわかるよね。僕の見ててもなんかすっげー汚ねえなって思うもんね、本当にシンプルにね。どうしようかな、もうちょっとやっとく、まあいいか、じゃあ、続きいきましょうか極力そのマシンピストルの威力系は上げておいた方がいいよね。ああ、撃っちゃったから手持ちなくなってる。走れ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 。さてさて、じゃあ今日のトークテーマは何にしようかなという気はするんですけど、何がいいかな。今日特にないんですよね。前回そのもらってたやつってのもなくなっちゃったんで、どうしようかなと思ってね。まあ恥ずかしい話でもする。でも恥ずかしい話別のことでもしたことがあるんですよね。僕は携帯じゃないや、携帯じゃない、警察8人に囲まれたみたいなね。捕まってないですけど、ね、捕まってないけど警察8人に囲まれたとかっていう話はね。で、おかんに土下座して謝ったっていう話があったりとか。あとね、お客さん先で、漬物を売ってるお客さんがいるんですよ。で、ちょうどその大阪サミットをやってる時期で、で、訪問が終わって、で、お客さん先から帰ってくるときに、お客さんに、いろいろありがとうねって、これ持って帰っていいよって言って、梅干しを渡してもらったことがあるんですけど、梅干しを渡してもらったら、なんかね、シンプルに、その箱なんか4箱くらいもらって段ボールに詰められて、段ボール持って歩いてたらその会社の近くのところでなんか警察さんが見張ってて、で
警察官が見張っててですね、でちょっといいですかって職質で、なんか僕が多分その爆弾かなんか爆弾テロかなんかみたいなのが疑われて、ちょっとこの中身見せてくださいって、これは何ですかって、梅干しです、なんで梅干しなんか持ってるんですかって言われて、いやお客さんからもらったからなんですけどみたいなね、ああそうですかって、ご苦労様でございますみたいな身分証出されたりとか、あとね、某南海電車の駅でなんかね、コロナに準じた特殊詐欺の人に疑われて、私服警官2人にね、尋問されたことはある。尋問ってあれ職質か、あれも職質か、うん、されたことはありますね、うん、でそれもその20代前半の若いスーツを着た人がそのなんか特殊詐欺でお年寄りの家を回ってるみたいな話だったんですね。でも僕当時その27か8とかだったんで、あ20代前半と思ってもらえてるんだ、まあ、マスクしてたんでね、正確な年齢なんかわかんないですけど、でもおなんかあれって不思議ですよね、その下手くそ、不思議なのがさ、その女性の場合ってさ、マスクしたらさ、大抵の人がさめちゃくちゃ可愛く見えるじゃないですか、うん、ところが男の人ってどんだけそのマスクをしても、もともとイケメンの人はイケメンに見えるけど、もうイケメンじゃない人はもうマスクしたところでその恩恵を受けることはないっていう感じで、あ、横から近づいてきて気づかなかったっていう感じですよね、うん、あれすごい不思議だよね、なんであんな、まあ、化粧のせいなのかな、男でもその残念フェイス、僕みたいな残念フェイスの人だったとしてもあれなのかな、化粧したら多少はあれかな、うん、もしかしたらね、違う、多少はね、ちょっとイケメンに見えて若く見えるのかもしれないですけど、まあ、でも何だろう、最近ってわけじゃないけど、その高校の教え子とかねに会ったりすると、まあもうかれこれ10年以上はいつか、でも10年、ちょうど10年くらい前かなからの教え子になりますけど、彼女らが言うにはね、久々に食事とか行ったりすると全然見た目変わりませんねって言って、まあそれは果たして褒めてもらってるのか、大人としての魅力が全然ないのかちょっとよくわかんないけど、うん、まあそんな風に言ってもらえるのは、だって10年前って言ったらね、20歳ですから20歳の見た目と変わってないっていうのはすごいありがたいですけどね、まあ、個人的にはちょっとね、見た目は変わった多少変わったかもしれないけど、中身はねだいぶね、若いままな気はするけど、未だに学生気分が抜けないっていうね、仕事したくない、いや仕事は頑張るんだけどさ、仕事したくないけど、なんかそれでサボるとか、あ、おー、ぶねえ、仕事サボるとかさ、なんかそれでなんか適当にやっちゃうとかって、そういう感覚はちょっと個人的にはね、許せないって、プライドがあって許せないってなるから、そこは一生懸命やりますけどね、ちゃんと、まあ、そんな感じですよね。ところでこれってさ、9月のスペイン、9月10月くらいのスペインだよね。この雨降ってるさ、もともとさ、なんか、めっちゃ焦げてるのに、あ、だよね。その、10月とかでさ、スペインとか、まあ、ヨーロッパって普通に寒い地域じゃないですか。場所によっては特に。ってなってる中で、なんだろう、こんな雨降りしきる中、半袖のしかもピッチピチの服着てさ、大丈夫なのかな、風邪ひかないのかな、アシュリーもアシュリーだよね。大統領が住んでる地域、ワシントン DC だよね。ワシントンだったら、西海岸だから暖かい地域なのかもしれないけど、そんな地域でもあるわけないし、ってなったら、やっぱりアシュリーの格好も冷静に考えるとおかしいんだよね。寒いよね、東海岸であの格好を9月にしてたら。ちょっとわかんない。ワシントン DC の気候がどんなものなのかってわかんないですけど、親父が、ボストンとワシントン DC に行ったことがあるんですけど、2月真冬に、まあ、雪すごかったぜって言ってましたからね。で考えたらやっぱり寒くなる地域なんじゃないかなとは思うんやけど、まあそのあたりどうなんだろうな、うん、まあ個人的にはね、ミニスカで寝てくるんでね、まあ、前回もね、白いものをムフフと皆さんと一緒に 見ることができたんで、全然喜ばしい話ではあるんですけどね。はい、ということでごめんなさいね、ちょっとここら辺なんかカットしろよとか、倍速でやれよとかって思うかもしれないけど、まあまあまあ、ね、のほほんとやっていきましょうよ。そんな皆さん、カッカしちゃダメよ、カッカしちゃダメ。ね、まあ、のびのびやっていきましょう。まだいたー。はい。じゃあ、聞く。アンド。あ、ちょっと待って。こうなったらめんどくさいんだよな。何回これ出てくるんだろうな。
まあダメだね。まあどうしようかな、まあ、ちょっとレッドナインの威力試してみる。レッドナインな、弾数がなやっぱりな少ないっていうところが結構ね、まあ、一発一発の威力は重いんだけどね。でも不思議だよね、やっぱりその同じ弾を使ってるのに使う銃によって威力が変わるっていうのは、まあ、そのなんだろうな、スピードが違うとか、そのスパイラル回転の量が違うとか、そういうのでいろいろと変わってくるもんなんですかね。ちょっと僕あまり銃のその名前とかいろいろしてたとしても、そこまでその性能まで詳しいっていう人間ではないので、実際どうなのかっていうのは分かんないけど、あ、ご丁寧に、あ、ありがたい、ありがたい。じゃあ飛び出して。じゃあそろそろアシュリーを迎えに行きましょうか。もうないよね。これで敵がいたらまた面白いんだけど、まあいないでしょ。じゃあ迎えに行きましょうか。ねえ、いろいろあるわな。なんか本当銃に詳しいんだから、小島店員さんとか銃すごい詳しいよね。なんかマシンガンの名前とかさ、ロケットランチャーの名前とかさ、それがどこの何で使われてるかとか、なんで登った？すごい声。ちょちょちょ、覗かないよ。もう覗いたもん。ようこそ。ねえ、何かに詳しい人ってなってみたいよね。例えばさ、僕好きな恐竜だ、まだいた、はい、恐竜とかさすごい好きなんですけど、でもなんかね、その博士みたいなレベルで調べようっていう気にはならないんですよね。そこら辺が甘いんだろうなと思うけど、個人的にはやっぱりね、あの興味あるのは人の動きとかない、あの人がどういう感情になるのか、そのあたりなんで、あの、まあ、心理学にすごい興味があるんですけど、心理学でやっぱりね、その、心理学でその、オンリーワンのポジションを取ろうと思ったら、もう無理なんですよね。もう偉大なるお方がいらっしゃいますからね。はい。あとなんだろうな、それで言ったらね、なんか人が聞いてて、あの、オンリーワンのポジションが取れて、かつ面白い、なんか学術的な話ができる人ってなったら、誰がいるんだろう。なんかちょっと、そういう方がいらっしゃったら、ぜひね、あの、皆さん教えていただけたら、すごい嬉しいなと思うんですけど、まあ、どうなんだろうな。さてさて、あれ、敵がどっかにいるかなと思ったんですけど、いなさそうでもある。あれ、どうなんだろう、わかんない。なんか、あの、コントロール性がすごいね、こう慣れないと、すべてのアクションがもうなんか新鮮というか怖いっていうのが正直ありますよね。うん。すごい明るい。第三の組織が介入している。あ、そうだ。どうしようかな。エイダ編をやろうかどうか迷ってるんですよね。あの、エイダザスパイの方は多分やんない。あの、一気にやらなきゃいけないんで、ちょっとまあ、そっちはいいかな。まあ、そもそもその、正式なストーリーとまた別の方になっちゃうんでね。ただ、アナザーオーダーの方はやろうかなと思ってますね。あの、チャプター大きく分けて5つなんですけど、まあ、そこはちょっとせっかくなんでやってみたいかなと思いますね。アナザーオーダーに関してはね。うん。よいしょ。イヤホンが。ほい。ああ、やばい。なんか何も喋ることがないとついつい黙っちゃう癖があるね。あとゲームに集中するとなかなか喋ることができないっていうね。で、敵来てんのか、これどっかから。ああ、いるね。ほい。ああ、なんか向かってきたね。オッケー。こいつ燃やせないかな。あんまり近づけさせてるな。まあ、弾の限界値のことも考えると、ちょっとはどうにかしといた方がいいのかなと思うんですけど。まあ、でも遠くからね、出るんだったら撃ってた方がいいかなと。あ、すごい。あの、さっき蹴り倒したやつが、あの、松明持ったまんまだ。あの、あれだね、握力の鏡だね。やばい。意外とあの飛び道具が怖かったりするんですよ。よいしょ。あ、ちょ拾ってる場合じゃねえよ。ああ、やっちまった。拾うという動作でコンマ1秒あのあれ、ちょっと待って。ちゅ振り返って、振り返れない、近い、もうなんか未だにこの操作性がね、本当にね、ダメだよね、ほんま。お前ら双子かよ、ルイージとマリオかよ。いやー、やっちまった、本当に。OK。はい。じゃあ、ご愁傷様でーす。
いや悔しい、なんか本当にあのこんなところで手こずるようじゃねえ、まだまだねあの終わってんなって思うけども仕方ないよね。まあ、ほん今あなんかねあのいろいろとねちょっと撮影外のところであのマウスの感度がそのどのくらいがいいのかなっていうのを試したんですけど、なんかめちゃくちゃ感度良くしてもめちゃくちゃ感度鈍くしても結局ねやりにくいっていうことに気づいたんでもう諦めました。だからまあ適度な感度にして銃を撃つって、本来だってさマウスで動かせるってさ Wii の次にさやりやすいはずじゃん。もう無理だもんね。うん、コントローラースティックでねガチャガチャって動かすよりもはるかにね早く動かせるんで、ただまあどうなんだろうな、あのほらあの Wii の場合だったらさその自分がそのテレビ画面に合わせたカーソルでポコって動かせるけど、なんとなくそのマウスってこれまで左のスティックであの操作をしてきてカーソル合わせてきたっていう経験があるから、そこだとやっぱちょっとやりにくいんだろうね。うん、さてさて、じゃああの門をくぐったところまで進めていこうかなと思いますんで、もう間もなく終了を迎えていけたらと思うんですが、これをねあのアシュリーをピーって呼んだ時にねあの変に踏まれたら嫌なんで、ほい。しかしもうこれもうずるいよね、トラバサミってさレオンとアシュリーしか食らわないのにさ、あの普通に考えたらさやつらも踏んでさアウってなったら面白いのにならないんだよね。またなんかあの恨み屋本舗っていう話でよくそのトラバよくでもないか、まあ、時々トラバサミで相手を引っ掛けるっていう話があるんですけど、普通なんかトラバサミで挟まれたらなんか息がバイーンなんか強すぎて骨折れるらしいっすね。うん、だから骨折れないアシュリーとかレオンに関しては ましてやあのハーブちょっと食っただけで回復してねすぐにスタ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 走れるっていう2人はもうこいつらもうあの何かしらのウイルスに侵されてますよ、ほんと強すぎる、半端ない。よっしゃ、じゃあハンドガンも適度に使ってたので OK、 じゃああいつをどうにかしちゃいましょう。いけるかな、 OK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 、 あ上手上手、もう呼んどこう。うん、すごいよね、ピーってやってさ、あのじゃあ俺が指笛を吹いたら来たらいいからっていうさ、そういうさなんか合図とかも特にしてなかったわけじゃん。あれ、ああ登ってきてるね、してなかったわけなのにさピーってやったらさあのそれでさ来るっていうさ、もうアシュリーのその従順さよね、ってかあの感度がすごいよね。あ笛吹いた、あレオンだって言ってレオンだから行くよって言ってピーって言ってじゃあ受け止めましょう。はい、二人がいつの間にそういう指笛吹いたらおいでっていう打ち合わせをしたのかっていうのがすごい気になるよね。 OK、 じゃあくぐりまして終わろうかな。すごい角度になってる。そうなんですよ、このマウスがねなんかすごいなんか首をなんかひねったかのようにグイングイングイングイ回ってくるんだよね。じゃあこっちの方歩いたら引っかからないんで、じゃあ登らせましょう。ほい、じゃあぴょん、ちょっと待って、ちょっと待って、あれスチームだいぶガバガバだな。スチーム、あの、Wii とか、ゲームキューブでやったとき、あんなパンツ見えなかったのにな。だいぶスチームガバガバっすね。ありがとうございます。ということで、はい、まぁ、あ、ちょっと、18分と長くなってきましたので、一旦ここでね、あの、区切って終わりたいと思います。またね、次回パート、レオンサンドイッチをお見せしたいと思いますので、またお付き合いいただけたら嬉しいです。ということで、また次回お会いいたしましょう。バイバイ。